タレントのマツコデラックス49が14日、東京 MX5 時に夢中、月曜から金曜午後00時に生出演し、かつて憧れた意外な職業を打ち明けた。若林文江から自分の家を設計したい、と聞かれると、マツコは、都市開発したい、と大いなる夢を打ち明けた。今で言うと、渋谷のすごい再開発とかやってるじゃない。ああいうのをやりたい、と話しつつ、渋谷だって私、言いたいこといっぱいあるわよ。もうちょっとできただろ、って、と、渋谷駅周辺の再開発に意見を口にした。思い入れが深い新宿についても言及、新南口、東南口が綺麗になったけど、ガード下ってとんでもなくて、そのガード下を使っておしゃれな店とか作って、ガード下タウンみたいにしてるじゃん。ああいう方がもともとの街っぽくていいよね、と称賛していた。